浴衣に着替えました。浴衣に着替えている最中に私の大好きな東京ヤクルトスワローズが逆転サヨナラホームラン、ホームランじゃない、間違えた、逆転サヨナラしました。なので100倍頑張れます。全然浴衣のポイント浴衣は私だけ黒帯で、そうなんです、黒帯で強いやつですよね、柔道で、まあ、柔道だった、黒帯なんでちょっと頑張りたいと思います。東京温度じゃないの？あ、東京温度もちょっと踊れます。でもなんかその普段絶対に着ないような色なので、すごくちょっと締まってて大人っぽい感じで楽しみです。行ってきます。じゃーん、あのアップヘアにしようとも迷ったんですけど、今回はちょっといつもしない三つ編みみたいな感じのヘアにしてみました。あの私っぽいこう水色の浴衣を選んで、あの私オレンジも好きなのでどっちもあって、すごくみんなもいいねって言ってくれたのでちょっと嬉しいです。夏っぽいかなと思います。これも可愛い、花さんから見て、あ、なんかすごいいい感じ、めっちゃいいよね、いい感じ、なんか今時っぽいと思って、いやー、令和、令和ジュビ、私たち、あ、これもお揃いっぽい感じなんですよ。そうなんです、新芽なのでね。でもすごかったよ、あのね、メンバーカラーの提灯になってらしいので、提灯にはなって、あ、ちょっと後ろのライトが提灯は変わってない、嘘教えないで、えってあれってなる、あ、で、なるも、はい、あ、じゃあそう、私はもうね、やったんかい、はい、じゃあ、いってらっしゃいませ、できまーす。